はい第84回「あぞめやきもの広場テレビジョン」えー、開始したいいと思います今日はですね「着物と「長襦袢の重要な関係ということで「えー、長襦袢にクローズアップしてみて、えー、お答えしていきたいと思います。えー、それでですね、えー、これ前回の放送、えー、ディレクターさん何でしたかわかりますか 前回の放送なんでしたっけこういうタイプなんですよ彼は。<laughs> 前回の放送は着日のお直し事情についてお話しさせていただいたんですけども実は私その中でですねえ重要な皆さんからのツイートを逃してたというかちょっとそこを拾いきれなかったもんですからえそこにあったのはお直し事情の中にえディレクターさん「長袢との関係も 教えてほししいいいとう方がいらっしゃっゃたあれを私ちょっと先週の本編ではあいけませんでしたので、はいえー、今日はですねもう長襦袢と着物を僕はすごく重要だと思ってまして、えー、皆さん着物は意外とね当然一番上に来るもんですから、えー、真剣にというかもういろんなことを考えて、えー、買われたりすると思うんですけども。 意外とですね、長襦袢についてはですね、えー、皆さんどうでしょうか、ね、もちろんね、えー、お聞きになっていらっしゃる中にはですね、当然長襦番重要だって分かってますよと。ですから長呪磐何枚も持ってますよという方もいらっしゃると思うし、えー、逆にですね、あ、私は長襦番はまあとりあえず何かあるものでとか、収、えー、めちゃってますとか、えー、そういうおっしゃる方もいらっしゃると思いますので、今日は 長襦袢をちょっと掘り下げてですねもうなかなか日の目が当たらない長襦袢かわいそうですのでね、えー、今回このように全部長襦袢をかけてみましたディレクターさんはいミケッチさんですねはい。後ろにあるターモは長襦袢生地ですかはいとこれはすべて長襦袢の生地になりますの生地ですねで。意外とですね長襦袢ってねものすごいた数があるんですははい。はい。例えばこのあずま屋みたいな小さな店でもですねへ<ー>今日ちょっと用意してみたんですここにね 1>, はい、で1種類ずつぐらい後から説明しますけども1種類ずつ適当に揃えただけでも20単ぐらいありますここに20単でうちには100単以上あります、はい、長襦袢が長襦袢だけでうちは100単以上持ってますあのー、私、はい、長襦袢の意味がよく分か,らない分かってないんですけどもはいそこからいきましょうか長襦袢ちゅうのは、えーはい、何のためにあるんですかはい えー、よくね言ってくださいました、ね、このお素人が、えー、はい <laughs> まずですね、えー、着物と長襦袢っていうのは、はいえー、着物業界の中ではですね当然のようにセットでで着るるものっていう認識があるんです。そうですねでじゃあ下着なのかって先ほどディエーブ・タさん聞きましたねそうですね下着なのかといったらそうでもないよ、うん、<と>はい下着といえば下着なんですが、はい、下に着るものですからええー ただし、その一番下の肌襦袢とかはい、はい、肌着と言われているものが一番下に着るんで着物の場合は、はい、その上に着るものですから、はい、どちらかというと洋服感覚で言うと、えー、一番下に着る T シャツが肌着 T シャツその上に着るものぐらいかな冬だとシャツぐらいです。かねシャツ、まあ、例えばトレーナーナとかですは、うん、はい、はい ちょっとそのまま J は着物の場合は長襦袢だけで歩いているとちょっとおかしな人だと思われますけど、まあ、ス,ーツスーツでいうまあシャツですよねそうですースーツでいうシャツだと思ってください、はい、ですからまあディレクターさんがね長い放送をやってますからこれなんですね、はい、私でいうとこの中に見えているこの襟の部分、はい、で、えー、ここから見えている、えー、この中からこう出てますこれですねこれが長襦袢なんですはい で、長襦袢の大きな役割というとですね。はい、えー、これがもう着物の、えー、文化であってえー、実は汚れを着物に直接つかないようにするもの。するものいわゆる下着なんですけども、うんはい、この襟なんかは特にその顕著なものです。はいはい、長襦袢につける半襟。これも2回前の放送にね。 半襟のつけ方教室いうのをやりましたね、はい、非常に好評でしたがその時につけた半襟も実は長襦袢の襟なんですね。はい、でやっぱり着物が、えー、着物文化の場合は一番上に着る着物っていうのは、はい、そんなに洗う文化ではなかったんですですから洋服のように一回着たら皆さん洗濯機に放り込むとか結構多い人いるじゃないですか、はい、でも着物の場合は下手すると もう５回６回着てから着物は洗うものぐらいの感覚で下手するともっと長く10回とかでその汚れを守るために長襦袢というものが非常に効果的に機能しているわけです。はい、で長襦袢っていうのは毎日洗ってみたいな感じなんですかね。うん、そうですねでも長襦袢も毎日ではないです実は。あそうなんですか。その下に着る肌着、肌襦袢っていうものが汗を吸っていた。だく も長うもんですから長はその間ぐらい着物が10回着て洗うんだったら長襦袢は5回着て洗うぐらいかなっていうこれはでも個人差もあると思いますやはりねあの清潔感のあるというかその僕はいつもピンピンにしたいんだとこれ洋服でも一緒のことでジーパンでも全然洗わない人もいればジーねパン1回着て洗っちゃうぐらいの人もいると思いますそれと一緒のことが着物にも表れてますはい っていう長襦袢のまず性格をお話をして、はいえー、いよいよですね前回その放送の中で触れた、えー、着物と長襦袢の関係はどんな関係があって、えー、どんな重要なことがあるのかで意外と皆さんがちょっと長襦袢なんかは、えー、例えばお袖がある、はい、こうありますね着物。で男性はここが抜けてません。はい、これは分かりますよね、はい 繋がってます、はい、ですから男性の方はあんまり実は長嶋のことを、えー、思わなくてもいいんですけども、はい、女性はここディレクターさん開いてまますすよねりますねここ不利と言ってですねふり、うんはい、という部分から、えー、長嶋が見えてるんです実はね女性の場合は。はい、でその逆に開いているからこそ僕はそこに実は美しさとかおしゃれ感とか。 そういうものを昔の人は、えー、求めてたんですね、はい、ですから長地盤っていうのは非常にこのファッション性もあり、はいえー、しかも着物を上手に着るために実は土台になるんですね長襦袢が、はい、これは着付けをよくやってらっしゃる方はね、えー、これはわかると思うんですけども、はい、長地盤が綺麗に切らなかったら、はい、着物はね綺麗に切れません。いは ということはいい加減な長袢を着ると、はい、えせっかくマイサイズの着物を着たとしても、はい、上手に着れなないことがあるるんですねあなるほどで当然着付けの技術でどうにかなっちゃうんですが、はい、やはり今日の放送ではあこんだけ重要だったら作ってみようかしらとか、はいえー、一回ちょっと長袢を測ってみようかしらとか、はい、そういうふうに思っていただくために、はい、え冒頭に え今日は長襦袢と着物と何を用意してメジャーを用意してくれということをえやりましたので是非ともちょっとこの今から喋っていく間に皆様長自,と自分の長襦袢と着物とメジャーをえー目の前に用意してできればえ放送を聞いていただけると東屋が言っている意味がい理解しやすいなるほどと思っていただけると思います。はい さあそれではですね時間もねどんどん過ぎてしまうので、はい、まず一番重要なこと長襦袢と着物で気をつけてほしいことはいはいここのホワイトボードに書いてきますはい、えー、まず一番一番着物の雪着物の雪と合うか着物の雪と合うか 長襦袢。長襦袢のことですよ。二番。着物の。これ全部着物と合わせるんでね。着物の。袖丈と合うか。袖丈と合うか。三番目。自分の。は丈と合うか。御丈と合うか。ちょっとね。 この見たとかね、袖たとか、ちょっと専門様が出ますけども、はい、このような感じですね。大きく3つ、はい。はい、これが合っていると、はい、え綺麗に綺麗あ、もう1つありました。もう1個あります。ごめんなさい。これは3番目と4番目逆かもしれません。着物の繰越しと合うか。 これね、繰り越しらしい、やりましたね、昔。はいはいはい。これです。この四つが大きく問題になるところです。はい。ね、私、ぶっつけ本番でやっておりますが。ものの繰り越しと合うか。はい。はい、これ、この四点をきちっともし理解ができたんであれば、えー、長襦袢がまずバッチリ自分に貼って、えー、着付けもビシッとなると思います。 え、着姿が美しくなると思うし、えー大、絶対にこの、あとは自分の着付けの技量が悪いだけっていうふうに、えー、逆に分かりやすくなります。この4つを今から順番にね、えー、皆さんに理解していただきたいと思います。これちょっとディレクターさん、これ控えておけるかな。<laughs> これあの、実はですね、<laughs> こう、はい、控えておけますよもちろん,そんな、ねはい、これをですね今から私消してしまうので消さないでください、ま、だ私がね <laughs>、ええ、まだ消さないでください、ええ、消していいと言ってから消してください、ねはいえー、雪袖竹三竹繰り越しっていうだけでもいいですそんだけでもいいですわかりましたはいで私があの一番目から今から皆さんに説明します で、今、ディレクターさんが打っている間に皆さんですね。えー、皆さん向かって右手ですね。右手のソーシャルストリームっていうところにね、今皆さんがね、打ってます。マッサン・ミンミンさんとかね、えー、ミケッチさんが打ってます。音声と画像は来ていません。のなこないですよね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい。えー、ソーシャルストリームの方に打っていただきます。えー、ね、皆さん音は当然聞こえてますよね。はい。ありがとうございます。ミンミンさん。えー、ソーシャルストリームの方に、 えー、それぞれわからない場所とか言、えー、ってる意味がわからない時は打っていただければ私とディレクターさんが見てますので、えー、ぜひともソーシャルストリームの方にね、えー、長袢の今の雪とか袖だけってわからんとこがあるとおぜひとも行ってくださいそうすれば私お答えしますのではいいいですかディレクターはいいいですよ、はい、ではありがとうございますリビエラさんもありがとうございますハルイモさんもありがとうございます それでは1番目の「雪と合うか」いきますよ。はい「雪と合うか」これですね、えー、どういうことを言うかまず「雪」を合わせてみてください。えー「雪」というのは先週から先々週の「えー、半絵付けのことでもよくやりましたけどもう着物の「雪」というと手の長さだと思ってくださいね。でどこからどこまでかもやりましたね。はい 雪はどっからでしょうか、えー。背中心からですか、ね。はい、ピンも正解です。この背中の背中心から。片手のこの先までですね。はい。この雪と。えー、ね、着物の雪と。長襦袢の雪が合ってるかどうか。で、これは。ただ単に合っているサイズがぴったりかどうか。ではないんですね、当然。はい。なぜならば。着物から長襦袢は基本的に。出ないものなんですね。 長襦袢は着物よりちょっとだけ控えてあそのちょっとだけっていうのが実際どのぐらいなのかとかはい、はい、どっからどこまでどんだけ控えてやればいいのかっていうのは、はい、意外と皆さんね実は着物業界では決まりがあるんですが、はい、着物屋さんがあんまり教えてくれないとこだと思います。 こ自分が着物屋で行ってるのおかしいんですけどうんどっちかというとそこまで言う必要はないというふうに思っちゃってる部分もああ言うのは面倒くさいと面倒くさいんじゃなくってそうですね例えば今までだと着物と襦島はセットで作っていただくことが多かったんでああ言う必要がないもうこうセットでもう揃ってますからっていう感じだったんですけども最近皆さんねえ着物のおなし需要でも言う通りお母さんの着物を着るおばあちゃんの着物を着る アンティークを買って着る、はい、それぞれにえ今は別々に用意することが多いです、はい、着物と長襦袢をねはい、はい、で私が言いたいのところはやはり別々に用意する場合は本来であれば長襦袢も別々に用意しないと駄目なんですね、はい、まあ一緒に合わせて着るもんですから、はい、で男性は実は男性諸君、はい、えラッキーですで <laughs> 男性は 見えないかかららここそそうですねそんなにまあ当然美しく着るためにはちょっと関係するんですが <はい S 1> そんなに男性はね苦にしなくてもいいんですね。<はい S 1> 出なきゃいいからこっからこっち側から。そということは男性の場合は着物より短ければ。短ければまず出ない。でまあ短すぎると実はこっからあの何ていうんですかねこの距離が。 番、はい、の距離が長いと、はい、袖口がいっぱい汚れちゃうっちゅう危険性があるけど、はいはい、まあその程度ですはい <laughs>、はい、だから女性これ今から話すことは女性、はいえー、女性是非ともねちょっと今から、えー、どこの場所をじゃあ着物と合わせるか合わせるかというか控えるかとかどの程度まで控えたらいいかっていうことにしゃべってきますで図解しますね、えー 袖の雪の関係ですね。はいで <coughs>。はい、このようにこれはディレクターさん分かりますか？えええ、後ろから見た図です,図ですね。はい、はい、着物を後ろから見た図です。はい、で、こちらにも袖が付いてますが、はい、割愛します、はい <coughs>。で、ここが大げさに書きましたけど、空いた部分ですね。ここね。男性は男性はここは空いてませんが、はい、女性はこのように開いています。はい。 でここに「袖付け」と言われている線がありますよね。はいで「雪」というのはここからここまでです。ははい、はいこれ覚えてください。これが「雪」ですよ。はいで、えー、じゃあどこと着物と長襦袢を合わせなきゃいけないか、はい、まず大きく「雪」を合わせてみます。はい、もうこの時点でねかなり短いとかかなり今度はなちょっとでも長いと駄目です。はい 長い場合はちょっとでもダメです。出てしまいます。出てしまうとダメなんですね。すはい、じゃあ短い方がいいってみんな多分理解してるけど、はい、どんだけ短くて大丈夫かってことになるんですね。はいはいはい。そうですね。それが関係があってバランスの。はい。えー、そこからいきます。まず長いのはダメと思ってください。はい。その次にここに着物のこれなんですか。袖幅。袖幅。はい。ここ袖幅があります。はい。で。 ここからここが着物の肩幅になりますはい。で、雪というのは肩幅と袖幅で、えー、決まります、はい、ですよねこれだすこれですもんね、はい、で、長襦袢をちょっと短ければいいと思って、はい、安直に買うと、はい、ここの関係ありますよねはい 例えば着物と長襦袢の袖幅が合わなかった場合。すごく袖幅がいくら雪が短くても長襦袢の方が袖幅が大きかった場合、このように出てしまいますよね。はい、当然ここからいつもいつもチラ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 地盤の袖が出てしまうとまあ洋服で言うとですね。ズボンから t シャツが。 あのー、まあ全部出しちゃってる人多いですけど最近は、はい、昔なんかよくねズボンの下に入れてたじゃないですか、はい、だけどちょっとおっちょこちょいの人って、はい、結構後ろ側からちょこっと出ちゃってる人とかありますねあれは、はい、どう思いますタコ社長ですね、えーはい、タコ社長とか、えー、<laughs> でもあれはよくあなんかみんなが見てもちょっと嫌ですよねちょっとみっともない入れるなら入れろよみたいなはい、はい、そうですね実は長島の着物関係もここはそういう関係なんです ちちょこちょここ出てると周りから見るとやっぱりちょっとねそれほどみっともないようなものなんですねだらしないと思っちゃうんですね,ねはいでもう気にしない私はそんなことうるさいわっていう人は大丈夫ですよ<ー>個性ですから、はい、ですけどこれはなあんまり出ちゃいかん、はい、ってことは着物と長襦袢の長襦袢が雪が短いのは当然ですが、はい、袖幅肩幅も重要です、はい、で、えー、最大のポイントいきます まず、実は、着物と長襦袢の、え、雪は、え、肩幅は、長襦袢と着物は、同寸。同寸。か、はい。一部ぐらい控える。一部短め。一部って言うとですね、はい。3ミリぐらいです。3ミリはい。控える。ですから、同寸でもいいです。はい。ってことは、ここはね、実は一緒のがいいんです。はい。なぜならば、 ここは縫ってありますですから長縞が出ることはありません、はい、ちょっと目安口開いてますけど、はい、このちょっとの目安口ぐらいじゃそんなんダダ出ませんからここの肩幅は同寸がいいんですね肩幅はがいいでこの袖幅、はい、長縞と着物の関係は着物より袖幅で控えるんです、はい、じゃあどのぐらい控えてあればいいのか そうですね。これは実は種類によって違うんですね。種類によってちょっと僕は変えてます。はい。例えば赤服と言われているようなタレ物と言われている絹のちょっと上質的なね、タラッとしたような着物 <はい S 2> だと長襦袢と着物も当然えあったような素材があってますからね。はい、は。い これも重要ですよ素材があった方がいいんですよ、はい、あった素材で、はい、そうすると2分から3分控えるっていうふうになってます袖幅で 2>,、はいはい、2分から3分っていうとどのぐらいか一、はい、部が大体いい4ミリぐらいさっき3ミリから4ミリって言いましたけども 2>,、はい、2分っていうと1センチから1センチ、えー、2 3ミリまで1センチちょっと 1, 1センチぐらいって思ってください、うんはい、ベストな状況は 肩幅どうすんで、はい、袖幅が1センチから1センチ5ミリぐらいまでの間短いと短いのが一番綺麗に切れますああそんな微妙なラインというかバランスなんですね、はい、あ誰か中島さんに、はい、えツイッター打ってあげてください真っ黒系ではないですね、はい、映ってますですからそのその関係を意外と皆さんご存じない,はい、はい 控えてやればいい、うん、そうそれを図解してなぜかというのを答えします、はい、これ実はね肩幅がなぜどうするんじゃなきゃいけないかというと肩幅が狭い長自慢の方が狭かったらどうなるかというとですね、ええ、雪は長自分着物より短ければいいと思うじゃないですか、はい、どうなるかいきますよこの下に長自慢を書いてきますちょっと書きますねこれ消して見てくださいよでくださいねはい こう,う,うになってますね着物が、はい、でここの下に長襦袢が来ます同じようにこう長襦袢が着てます、はい、で控えてありますちょっとだけ、はい、こうなってますよね、はい、でぴったりする着物はこうなるんですよ、はい、な袖丈だ,だけが控えてあるからはい、はい、これが肩幅が狭い長襦袢を着てしまうと、はい、長襦袢の袖付けがここに来るわけですはい ですですから同じく短くても袖付けが短いと長じまの、ええ、ここで引っ張られてここから出てきちゃうんですね実はあ中に引っ張られちゃうってことですね。そう中に引っ張られちゃうから結果的にあれ合ってるはずなのに着物より短くしているはずなのに出ちゃうのはなぜって言われる方は、はい、肩幅が合ってないものが多いですああなるほどそういうことですねはい ですから肩幅短い方がいいでも全然ダメなものは結局は肩幅が合ってないものが多いですでこの肩幅っていうのは、はい、おあつらいの着物っていうのは、はい、皆さん体型によって変えてるんです実は着物屋が僕らがおあつらいの着物は合うように例えば僕みたいに細い,細い人、はい、細い人は ここの身頃っっってていううののはまますすぐに見えますよねこここや幅がヒップだとすると、はい、ここの方が長くなるんですけど当然上に行くと、はい、細い人は。はい、てことはでも細い人ってこの辺も細いじゃないですか、はい、胴体の部分。まあまあ、そうです、ね、ってことはどうやって作ってるかっていうと、はい、ここの袖幅と肩幅が1対1だと皆さん思ってらっしゃるんですよ。はい、ここが 10, 10だったらこっちが10だろうと。 同じ,同じね比率があるものを使ってこれ違うんですね大体、はい、細い人はこちらが8に対してこちらが10ぐらいですねあ肩幅の方が短くて、うん、っていうことはまあ10っていうか同じ20が満帆だとすると12ぐらいになるってことですね <laughs> あ結構長いですねそうです袖幅、ね、なぜ袖幅の方を長くするかっていうと、はい、着物の このりですね、今僕が着ている半着台からこれはいい加減ですけどこういう部分に今シワが入ってるじゃないですかここが僕はすごく細いのに雪だけは一丁前にある人は結局ここを出さなきゃいけなくなるんですよね肩幅もでもなるべく出したくない肩幅はここがしわくちゃになるからああが寄ってしまうシワが寄っちゃうからだから袖幅でたくさん出すんですねそうそうこっちが狭くて済むわけです 幅幅いっぱいっぐらい袖幅を取っちゃうとか,、はい、か実際昔の着物は結構ねこういうふうに変えてあります、はあ、その辺のバランスを扱つらえる時に着物屋さんがバランスを見て,見ているとだから長襦袢とセットで買う時は必ずピタッと合ってるんですが、はいえー、バラバラで買う時はご注意くださいと普通の体型の人はどれぐらいなんですかね<あ>普通の体型の人は 9対11それでも袖幅の方が長いです,長いですね絶<対>でじゃあふくよかな方そうですねよっぽどふくよかな方は同じぐらいになってきます1010 10ぐらいに取っていけば取っていくほどその肩幅と、はいはい、その袖幅がもっとドンとしている方はさんんとかはどうな逆転される場合があります逆転こちらが11こちらが9とか、えー、っていうこともあり得ありうります いうことなんですねなるほどでもそのように変えるときれいに着れるよってこと逆にですから今日は長袢と着物の関係ということなので肩幅は合わせてください同じぐらいとい。で幅で1ンチぐらい控えると気持ちがいいでもう一個2種類ありますって言いました2種類あります今のは色服の感じです今度ね木綿の着物とか ね、特に木綿の着物、普段着の着物の場合は、えー、私の場合。表が、木綿というのは、ちょっと洗うと、ちょっと縮むんですね。はい、当然。それを見越して、長襦袢は、はい、えー、ちょっと、もうちょっと控えます。肩幅で。はい、肩幅で、でも、に、一部か二部まで。肩幅はそんなに控えないんです。実は。はい。袖幅で。 えー、3分から5分ってことは1センチ5ミリから多い時は2チ。二センチ。はい、センチもう約2センチぐらい控えちゃった方が後々、えー、き綺麗になりますへえそういうこともあるんですねですから普段着と式服は変えた方が一緒、はい、い,いいうまく切れるとうまく切れる うん、はい、ことですね。今リビエさんが袖幅イコール肩幅です。ガーンってデブです。いやいやいや、あなた何を言ってらっしゃるんですか。いやいやそういうわけじゃなくて、たまたまそうだったんでしょうね。かもしれないですね。ですからまあもし袖幅イコール肩幅だと逆転現象が起きているわけですから、そういうことですね。こっち側に出やすくなっているかもしれませんね。 でもそういう関係を知っているとある意味古着屋さんでとかリサイクルショップとかでもこう選ぶ一つの基準になりますよね。これね分かってるとね非常に基準になって自分が持っている寸法がいけるようになります。ささんんひどいいですねごめなということでいきもと雪の関係は。 肩幅をとにかく合わせて袖幅で控えろとこれは言いたかったですいや重要ですねこれ超重要これだから1番目に持ってきましたところで俺2番目なんて言いましたっけえ袖丈ですねはい今度は袖丈ですね消しちゃいましたねこれ今ねじゃあそれは完璧だと雪の分はクリアしました私となりましたじゃあ今度は袖丈ですね当然ね袖丈どこですか袖丈袖の丈ですね ここでですすねね、はい、っていうんですか片、ね、山ですね片山,山の線から、はいえー、袖の縦ですねはい下までこれ意外と袖丈をここだと思っている方がいらっしゃいますはい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 これ袖幅ですから幅と丈を間違えないようにはい、はい、これ袖丈はこっちの縦ですこれも同じくえ決まりがあります決まりがはい、はい、どうやると綺麗に収まるかはいこれ先ほどね、えー 中に切るから控えると言いましたが袖丈、はい、については、はい、あままり控えません、はい、当店の考え方は、はい、垂れ物先ほどの色服の場合はうちはね同寸同寸同じ同じそれ,それ余っちゃったりしないんですかここが一尺三寸っていうだったら一尺三寸そうそう余中だからちょっとね当然中の方が余ったりするでしょうしか、えーえー、そう思います 同、はい、寸にすると少しこう膨らむんですね、はい、こういうふうにふわっとちょ長いから中の方が、はい、でもつっかえて収まりがいいんですね滑らないんです中であ遊ばない長寿番の方が長くて着物が引っ張るからちょっとだけ、はい、いこのもう本当にちょっとのことなんですけど、えー、ですからうちは同寸で作ります同、はい、寸の方が意外と引っかかって出てこないんですここから暴れても あーなるほどっか、はい、えてた方がいいんですはい、はい、ただじゃあね5センチも違っちゃったら、はい、例えば長島の方が5センチ長かったら、はい、でも着物は短いじゃないですかこんだけ、えー、この分どうするっていうと強引に中で入れちゃうだけですよね、はい、入れると今度は、はいえー、当然この同寸と違って中でもたつきますから、えーえー、ここの袖のこの辺から ぼよぼよとこうこっち側にも響いてしまいますよね、えー、布が。それが、ねはい、袖の末端がちょっとあの子なんかしわ寄ってるみたいというふうに見られがちです。はいはい、出ては来ないんだけどつっかえてるから、はいえー、着姿が悪くなります。はい、で今度一番まずいのは、はい、もう分かりますねあと1個しかないですもね。はい、長襦袢の方が着物よりかなり短い場合。はいはい 短いゃいいだろうってみんなね本当に思ってらっしゃるんです。はい、違いますね。短いということは、はい、袖の中で。遊びますね。はい、その通りです。ぶらぶらします、ね。ぶらぶらして遊んでしまうので、はい、これねここからねチラ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 歩くたびに出てくる人がいるんですよ。はいそれは袖幅あ袖が短い場合、袖丈が。はい。えー、これもちょっと気をつけてほしいです。はい。そうなんですね。あのシャツがね飛び出てると同じぐらいの まあ何て言うんですかみっともなさっていうのがね、はい、そこにあるってことなんですね。そうで,すですから僕の場合は今日は長襦袢について掘り下げて考えてますので、はい、えここを考えていただけるとさらに皆さんねきれいにきれいに切れると何も考えずに綺れる、うん、男の場合はそういう関係ないです、ね、あ、今奥ちゃんさんが言ってますね、はい、男の人の場合はこの女性まで気にすることはないんですが、はい、やはり長襦袢の方が長い場合はのが長い場合ははい。はい さすがにここがもたつきますね。はい,はいはいはい。ここが。ええー。その、ね、中で、何かがあるよってなっちゃうから。はい。ですから、男の場合も、どうすんか控えるか。はい。あなた、今着ているのは、袖の幅丈がないですよね。はい、はい。だから、僕も長襦袢を切っちゃってますね。はい。はそのな。はい 普通のきんあの着物を着る場合はそれ用の長襦袢に変えるということです,ですね。はい。<それ S 2> 私は袖丈によって、はいえー、長襦袢を変えてます。はい、やはりそういうことが一番のまあ結果的にはね、はい、早く着れるんですね。はいはい,、はい、いちいちいち気にする必要がないわけです。 そうですね中には皆さんねそんなのマジックテープを止めたりとかですね中に100円玉入れとくでいいよとかいろんなことを言われる方がいらっしゃいますが結局ね手間なんですねまあそうですねそんなことをするんだったら初めから合ったものを着たらノう問題みたいな感じのことですからねはいこれ覚えておいてくださいだから袖丈の場合はどうすんかいわゆる えどうすんだねややちょっと長いぐらいなら大丈夫ってことはい、はい、でも5センチも長いとダメだよということですねそう,そういうことですね、はい、じゃあ丈があ一1個だけもう1個いきましょうじゃあ羽織っちゅうのもありますよね着物って羽織もありますよね、えー、この着物の今度上に着る羽織っちゅうのはどうなってるんだろう、はい、こうなってる、はい、羽織の場合は 同寸ではありません羽織はちょっと長めに作ります大きめにはい、はい、羽織は1センチぐらい余分に作りますこれなぜかというと着物はやっぱりね、うん、先ほど長襦袢を触ってもらったディレクターさんびっくりしまもたと思うんですけど、はい、長襦袢って意外と薄いですよねペラペラでしたねだから同寸にしてもそんなにボコボコすることはないんです実はい、中ででも着物ってやっぱりいろんな生地があって太いじゃないですか、はい、糸もはい ってことはじゃあ羽織の袖丈を同寸にしちゃうとやっぱりちょっともたつくんですね。あはいはい、ですから羽織の場合は1センチぐらいちょっと長くする。はい、袖幅はどうなんですかね。袖幅は袖幅だけやっぱり長くします。羽織の場合は羽織,の場合羽織をね今度は。はい、ですから肩幅はほとんど変わらないです。肩幅は全部同じいはい同じです。なるほど。これは面白いでしょ、ね、この関係覚えておくと肩幅と合わせると。はい <で>肩幅は同じで、はい、袖幅で長くしたり短くしたりするんですよと,すと、まあ、それは羽織も長襦袢も着物も同じと一緒、はい、分かりやすかったですねあ<れ>さあ次行きましょう三、はい、番あ4番目お先いきましょうか4番目繰り越し着物の繰り越しはい、えー、どんどんいくから頭がおかしくなりますけど皆さん、えー、今度はね繰り越しっていうのがあるの分かりますか繰り越し繰り越しっていうのはねこれ後ろから見るとですねちょっとこう力かかんと俺ちょっと上手にやりません え襟がついているところのこうなっているお。ちょっとわざとやりましょうか。もっと大きく、もう誇張して描きますね。はい。これはわかりやすいじゃないですか。はい。後ろの部分ですね。ここですね。はい。ここでなで何これはってなるんですけど。はい。ここ片山こうなってます。はい。まっすぐ引くと。はい。 で襟は下がったところについてるんですね絶対にこんなものは、えーはい、男性ものはほとんどまっすぐなんです実ははいなぜかっていうと男性は私着てるの後ろ姿見てくださいぴったり首にくっついてますね襟がはいはいそうですね男性の場合は繰り越をほとんどつけませんはいでも実際はうちの場合ちょっとつけてる場合が多いんですけど太い人にははい、はい、ちょっとしかつけませんのでわからないです、はい、女性の場合はもう ね、矢作さんこうきてますよね,すね。後ろにぐっと抜いてますね。このように。これも実は重要なんですね。だって着物と長島セットできるでしょう。はい、抜くのは皆さん実はね。はい、これこのももしこの線があったとすると、はい、ここで差ができていますよね。はい、この線から自分の襟の付けた背中心の線のここかここの差を 一応繰り越しと言うんですけどはい、はい、これ,れ着物と長襦袢がこの繰り越しが合ってない場合、はい、これは着物の作りですからもともとの実はこれも着物屋さんがあんまり言ってくれないとこだと思いますこの繰り越しっていうのは えー、うちの場合は必ずどのぐらいの繰り越しつけますかと聞きますが、はい、ほとんどのお客さんよくわかんないからお任せお願いしますとやっぱり言われるんですが、はいえー、やっぱりね持ってらっしゃる長襦袢持ってらっしゃる着物を、はい、持ってきていただくか、はいえー、作ったところに聞いてくださいって僕は言うんですが、はい、これが合わないと、はい、長襦袢と着物の繰り越しが合わないと結果的に このように男もんの長襦袢を女もんが着るのと一緒のことが起きるような感じだと思ってください片方は抜け抜けないように作ってある長襦袢片方は抜けるように作ってある着物を一緒に着ても互いいい違違とーブが違いますよねだからよく皆さんね長襦袢の襟が立っちゃって着物がちょっと寝てる感じの人がいらっしゃると思うんですけど間ができちゃいますねそれは着た時はピタッと合ってたはずなのにって皆さん言われるんです。 これは着付けの技術ではなくって長襦袢の作りの,問題,作りの問題ですね作りの問題なんですね。<ー>ですから実は繰り越しも合わせた方がいいに決まってるんです、はい、でもっと細かいこと言うとこの繰り越しの R がこういう風についてる場合もあるんですね。はい、ちょっと広めにね。はい同じここ高さは一緒ですよ。はい、高さは一緒だが大げさに言うとこうやって付いてる場合があるんです襟が。はい そうすると、繰り越しは一緒なんですが、ここ、肩脇きっていうんですけど、この肩脇きもちょっと重要で、肩脇きも違っちゃうと、R が変わるわけ、今の大きく回ってくるか、襟が。私で言うと、男の場合は、スッと下がってくるじゃないですか、すぐに、シュッと。女性の場合は、後ろに抜くから大きくこう回ってくるんですけど、襟が。それの空き具合を、この辺から、 初めかから作っっちちゃうとかちょっとょ開けて、はいはい、そうすると大きく回るから、はい、半襟とかをたくさん見せたい場合そういうふうに作ったりできるんです。そういうこともできるんですね。でもそれ合わせるとそれに1個ずつ合わせた長襦袢とか、えー、だから僕は本当になっちゃいますね、えー、本当にストイックに考えていくと偉いことになるんですけども。それの 繰り越しのスタンダード的な数値はないんですか、ええ、はい、はい、それもある程度決まって、まあ、それは各店舗によって、はい、考え方がございますのであ広く見せるとか、はい、でじゃあ既製品を例に出します、はい、既製品は多くがこの繰り越しを大体一寸と書いてありますはい一寸3 8ンチです、はい、ってことは約ですよ これは付け込みとか言い出したらりあえず皆さん分かりやすく言うとこの片山から4センチぐらい下がったところに襟がついているのは既製品が多いです、はあ。ということはこの首のグリグリから4センチぐらい下がったところがベストにくるように作られているということです。ということは繰り越しを自分が抜こう抜こうとか、はい、こう浅い浅いとか、はい、そういうふうに やるんじゃなくてはい、はい、初めから僕らが決めて作ってるんですよそこできれいになるようにそれのある程度の資本がこう統一されると、はいはい、結構話がしやすいですよ、ね、そうですですからこれ重要で、はい、私は抜きたいすごく抜いていきたいっていう人は、はい、このぐらいあってもいいと思いますでもいやいや私そんなにね 首周り綺麗じゃないからとかえり反りとかあんまりやらないからちょっとこの辺のんていう気になるわとうなじとかは見えちゃ見えすぎちゃうとそういう場合はもう例えば五分とか半分ですね2ンチ五分とかにするとちょっと襟が立って襟が立ってくるってことですねこれはもう作りなんですが <で>すごく出てきますね。はい、で、えー、でもそうは言ってもオールマイティに行きたいっていう時もあるじゃないですか、はい、そうですね,すね今日はちょっと抜かずに行きたい、はい、で僕はこんだけストイックに行ってても、はい、ある程度やっぱり着付けのえー、ね着付けの、はいえー、このテクニックでどうにかなるところもあるんですやっぱ繰り越しぐらいはれいはいはい大体どのあたりがじゃあね行くかっていうとこう7部と書きます。7<部>から8部 中間間ででですすすねねねそうぐらいですねでまたこの上があって一寸二分とかね一寸五分とか一寸五分とかはいはいこれここまでいくと5センチぐらいになるわけですよ。<はい S 1> これも限度がありまして <はい S 1> 7分から8分のものはどっちっぽくも切れます。こう広めに。うん所詮何ミリの話なのでこの辺は。 にるることもできし抜き気味に切ることもできるし爪気味に切ることもできるただし一寸と五分みたいに 2cm も違っちゃうと、はい、ここがさすがに来てる間に、はい、五分の長地袢だと一寸の着物を着たら立ってきちゃうし。はい 一寸の長襦袢は5分の着物できると着物が迫ってきて長襦袢の襟の方が抜けるようにできている場合は襟が波打ったりしてる人よく見ますけど中で詰まってねこういうこともありますので実際に僕はこの繰り越しの話をすると1時間しゃべれますですけどまあじゃあ怖がらずに7分ぐらいこのぐらいで僕はね標準で作っとくといいかなと思います。長長襦袢の方ですね長襦袢袢着物を揃える と揃える,と揃える何も知らない場合はい。揃える着物も長襦袢も両方七分で繰り越しを作っておくとはい、はい、作っておくと、はい、そうすれば何となく多少,、えー、多少広が気味に着ようと思う、まあ、そ,こそれはあのあれですねあの着方の問題でどうにかなるよとはい着方の問題でどうにかなっちゃう、はい、本当に。はに、い、で今言った「でもストイックに本来ならば分けるとかっこいいですよ」はい「敷服は一寸、はい、これはなぜならば えちゃんと美容院に行って襟このこういうとこ剃ったりとかもちゃんとファンデーションもここ塗ったりとか綺麗に首周りを整理できる人で人に着せてもらえるから綺麗に後ろが抜けるじゃないですか当然そういう場合は一寸とか一寸二分とか開けてもいいんだけどじゃあもう綿の着物をね毎日着るような人がねいちいちそれ毎日やるかと。 やらないですよね、はい、だったら木綿の着物の普段着は全部五分で統一しようとか、はい、で長襦袢のさっきの話に戻ると、はい、長襦袢も結局四服と普段着は分けた方がいいですよと言いましたね、はい、だからここでもう分けちゃう普段着は五分四季、はい、服は一寸で、うん、どこの五分屋さんで買う時もえ季、ー、服系のものを買う時は一寸にしてください、はい、え私普段着の場合は五分と決めてありますのでってお客様が言ってもらった方が 間違いないですね間違いないまあ当然そうやってた方がねほらいいよ綺麗に切れますよねだって片山が決まってるわけですからここでねこう片山は絶対線が入ってるじゃないですかどんな着物でもそれはディレクターさんの着物も入ってますよねここに線がピューっと入ってますねこの線が今私これ見えますちょうどこの片山通ってますよね本当肩だから片山っていう線が片山に通ってなかったら肩じゃないから そうですねもちろんこれが無理してこの着物を抜くと後肩も後ろ下がりますよね今抜いたらってことは普通に戻ってくるよね前にきますよね当然ここに山があるからだから強引に腰ムで止めておっても初めはこうやってやってるうちに戻りたがるんですよ着物が繰りしがそのついてないから。 やっぱりそういうふうに考えてもらうと言ったり聞いたりですよとはい、はい、だから決めておくといいですよ、はい、そうした場合こうあのそういうのを考えて皆さんあの、はい、合わせてたりしてるんですか、ね、こ,ここまで考えてらっしゃる方は実際申し訳ない私もいろんな方と今まで会ってきましたけどもえー、え着、ー、付けの先生でもあまり気にする方はいないと。結構 はい、初めて聞きましたとおっしゃる方が多いです。えー、あ、そうですか。でも逆にでも、知られると早いです。そうですね。もうこれを知っちゃうと、はい、もう早い。<laughs> 早い。えー。だって、作りなんだから、もう。まあ、そうですよね。うん。もう、どうでもある意味、繰り越しを多めに取ったものは、うん。はい。はい、もう、どんな。着方をしようが、繰り越しは、この後ろは。開くでいやいや。でき、できちゃいますよ。さっき言った強引に。上げることもできる。強引に上げることもできます。腰しで強引に止めちゃえばいいんですから。ら こだもんで意外と皆さん着付けでどうにかなるというのはなるんだけどでもそうなんだ着付けでどうにかなるっていうのもねまあ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 、ね、無理やり着てるみたいになるんでねで無理やりですよね、まあ、洋服でもたまにはあると思うんです無理やり着てるみたいなね <S,、えーはい、<S, S の人が L のものを着るとかだはい、はい、そういう感覚に近いものがあるので、ねはい、無理やりっていうのがバレる人にはバレますと、はいはい、いうことで、えー、意外と、はいえー、私この繰り越しのことを「 まあ着物ジャックとか見てますと、はい、意外と皆さん抜き気味に着てる人多いです若い人すごい抜きたがる感じですねなんか着物のイメージっていうのがねそうここの襟元が首があるとこういうふうによきとこう出てる感じがあるんですけどいや抜きたかったら抜くように作ればいいんですよはいもう僕らはもうおっしゃる通りに作れますから、はい、ああ 僕なんかは着着物をててきてくださるといいって言うんですよいやでもねあの普通の人はそれは着方だと思っている人が多いかもしれないですねいやほとんどの人は着方だと思っていると思います、はい、同じやつでこう抜いて、はい、編なんでまた締めたりっていうのをねやっぱり着方でこう調整してっていうふうな実は長地袢の繰り越しと着物の繰り越しが合っていあないと 実はその襟がどうしてもうまく収まらないんですとか、はい、なんか繰り越しが悪いんですっていうふうになったら一回これを考えてみ見てください、はい、どうやってわかるかというとですね、えー、繰り越しわかりやすくまあこれ話にすると本当に繰り越しだけで1時間取っちゃいますけど、はい、今日は取れませんので、えーえー、どうやって繰り越しがわかるか、はい、簡単にわかるか、はい、だけいきましょうか、はい、簡単に言いますよはい、はい じゃあちょっと用意しましたからそっちのアップカメラでこれ簡単に分かる方法長襦袢とどう違うかこのいいですね、はい、これ着物畳みしてあるやつをちょっと持ってきましたはい、はい、でこれ袖が畳んであります着物畳みになってます、はい、こういうふうにもともとこれを開いて、はい、袖も開くと、はい、当然ここに 繰越部分が出てきますねこれ綺麗に畳んどいてくださいね着物畳みにしとくと分かりやすいですからもともと多分こういうふうに畳んであると思います収まるところでこういうふうにこれを引っ張り出してくださいを、はをキュッキュッとこっち側からキュッキュッとこうそうそうえがこう出てきますから背中心のとこにそうそうこの片山ここありますよね片山からこんだけ落ちてますよって分かりやすいじゃないですかこれ。 この落ちてる分が繰り越しがついてるってことですねこの四角い部分ですね向かって皆さんは上から見てますねこちらからねこの分を例えば長磁番もこう持ってきました今ね長磁番 KGC さん間に合わない方が良かったかも KGC さん男のロマンとかそうですね男のロマン KGC さんは番外編から来てもらった方が良かったち何ちゃってか えこれ持ってきましたよ、はい、でここ繰り越しをじゃあ長地盤持ってきて同じように片山合わせて、はい、片山合わせます、はい、この上に置いてみることですはい、はい、こういうふうにぴったんこですね,ピタンコですねわざとぴったんこを持ってきました同じこれはうちのお嫁さんの色無地と長地盤、はい、全く同じ仕立て屋さんで全く同じ繰り越しをつけて やってると、はい、ピタッとこのカーブと襟の空きも全部合ってるんですね。同じものが。はい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 。そうですね。はい、もうこうやっても。はい。だからこの長襦袢と着物は上手に絶対着れるんですよ。はいはい。もう肩空きも、繰り越しも一緒なんですか。そうですね。でもそういうもので、合わせて着ると。はいはい、こう後ろから見て綺麗に。綺麗にこう、ね。二重にうん、だから皆さん襟芯でね、どうにかするとかね。はいはい、はいはい。いや、確かに襟芯も大事ですが。はい。 もともとの作りがあまりにも違ってた例えばこれがねこういうことがよくあるんですね着物がこうで長袢がこんだけ抜けてるこい。こそもうこの時点でこんだけ繰り越しが長袢の方が大きいと大きいそうそう大きいとどういうことになるかっていうと長袢は抜けて切れるんだけど着物が突っ込んでくるから長袢が余ってきちゃう余っちゃう余っちゃう余っちゃうそういうことがないようにここで 簡単に分かりますから、はい、自分の着物と長襦袢をこうやって置いてみて、はい、ここのカーブを差を見てください、はいはい、で作る時はもうプロに任せて、はい、自分の着物を持ってって、はい、この着物に合わせたい長襦袢なんですと、はいおね、着物をできれば置いていってもらうと、はいはい、仕立て屋さんが綺麗に測ってくれますからちなみにあのその繰り越しのサイズ変更ってできるんですかで、はいね、できますすよただちょっと大変ですね さっき<変>あの繰り越しを、はい、今度逆に詰める方はいいんですけど、はい、伸ばす方は線が出てしまいますのでやっぱりもともとあった線がそうですねそれこの間のあ,あれと一緒です、えーえー、お直し事情の時に話した筋消しみたいな作業とか、えー、してで、まあはい、ばらしてばらして伸ばすことはできることはできますあなるほどただ意外と嫌がりますね下手屋さん この部分ってすごいきわどいんですねカーブそうですねですからここも全部ほどきたいなって言われますねできることなうでそそくって直すとカクカクになっちゃうからブワッとほどいてギュッとやったいなとでも直せますからねはいやっぱりね簡単に言えばもうピロリンさんがねピロリンさんがおっしゃる通りもう着物をね置いていってもらった方が ああそうですね。じっくりと作れますね、はい。でもやっぱりこうピシッとねこうね合わさった長襦袢と着物がね、はい、こう襟後ろから胸元までこう綺麗に綺麗にこうつがっているつがってるというのは美しいですよね。綺麗ですね。この三番目の繰り越しも重要です、はい。はい。非常に重要です。やっぱり KDC さん裏番からお願いします。KDC さん大丈夫ですか？はい次行きます。<coughs> 次は最後4番目3番目さっき3番って書いてあったですね自分の見丈とかどうかはい長地盤丈のことですね長地盤丈ねこれ女性の方男性の方も一緒です長地盤はディレクターさんも来たことあると思うんですけどもおはしょりを取りませんね当然これ女性も取らないんです長地盤はおはしょりをはいはい ですから、ついたけと言いましてついたけ長襦袢はそのまま切るんですね何もせずにこうなってるともうこのままたけになりますこういうふうになってるとちょっと下手くそな絵ですいませんでこの竹のことを長襦袢竹と言いますよね当然長地盤竹うちはこの片山から測ってます このここから測ると繰り越し分が変わりますからね背、はい、中心で,、はい、でこれはもう僕は皆さんに言ってますのは結構背から測られる方多いんですが、はい、今言った繰り越しによって変わってくるからもう肩からでで、ね、統一した方がいいです、はい、肩からの見丈は結局は変わらないから絶対に自分の肩の高さは変わらないからそうですね、はいうん、覚えるなら、えー 肩からの見丈を覚えてください、はい、着物の城長島の城で肩からの、えー、この長島竹の、はい、弾き出しし方が難しいんですそんな難しいものですかはいやっぱり四季服と普段着と違うんです違うこれはうちが測る時は必ず着てもらいますね何か見本をはいやっぱり男物の見丈の時と一緒ですねディレクターさんは、はい 例えばディレクターさんでも170例えば1 7 3百七1 7 3センチの人でも、はい、ディレクターさんは例えば6 5キロだとします、はい、じゃあ1 7 3センチで1 2 0キロぐらいある人もいるかもしれません、はい、この2人の見たは絶対に違うんですね横幅があるからですかね 体の幅、厚みが全然違うから、結果的に同じ丈のものを着ても、173センチは短くなってしまう。120キロの人はね、65キロの人は長くなってしまう。な ですからこればっかりは身長でなかなか割り出せるものでもないんですねそういうことですねあと頭の大きさも違うからねじゃあもう身長イコールってわけではないってことですねそうです着物は意外と身長イコールでやれちゃうぐらい、はいい,いい加減なんですけど美、はい、丈は女の人の場合は、はいえー、これ男の人の美丈とかこの長襦袢だけっていうのは、はい、これ女性のことも長襦袢は言えますけど、はい、できれば一度自分が持っている長襦袢とか、はい 測って好きな寸法に変えたほうがいいですね。なるほど。でじゃあどのぐらいの丈が目安か。はい、これも言いましょう。はいえー、一番まあ基本的なまあ好みもありますが、はい、我々がやってるのは、はいえー、<coughs> 着物の着丈マイナス一数、四、はい、センチぐらい控えますね。は<ー>長襦袢丈を。はい、例えばくるぐくるぶしよりいい 3センチぐらい上、はい、普段着だったら4センチか5センチぐらい上、はい、普段着はやっぱりよく走る中がうかこう大股で歩いたりしますから結構上短くするんですね先ほどの袖の時は1センチとか肩、はい、幅に入っては3ミリとか言ってたんですけどもこれ,、はい、これね何ミリかでこれは丈はやらない方がいいと思います、はい、なぜならばやっぱり裾からやっぱり長島が垂れて見えるのはさっきの袖幅と一緒ですはい、はい、さすがにちょっと 気持ち悪いですね下着がペロペロ出てると一緒ですからですから竹はちょっと思い切ってちょっと短めただあんま短すぎると寒いし襦袢の意味がなくなりますのでさすがに短すぎてもダメですね実竹が1 0ンチ以上短かったらもう駄目ですねああなるほどでも切れないことはないんですあ切れないことは短い分は切れますねっていうことですよねはいおそづき襦袢があるぐらいですからね 体型の例えが微妙だってわれちゃいましたけどね。ええ、ああのケイジさんと俺の場合みたいなそうですね。まあそのぐらいの差があると思いますけど、おそらくケイジさんのみたけとあなたのみたけは鬼のように違うと思います。ああ、そんな違うもんなんですね。まあやっぱそういう関係があるんですね。私みたいに本当に細い人間はもう肩なんかほとんどなくてスッと降りてきちゃうじゃないですか。だから。 多分165あるんですけど1 6 0ンチのちょっと小太りの人と同じぐらいだと思います私の丈は細いからそういう感じに変わるので皆さんも長嶋の御丈を測る時は是非とも一度何かを着てもらってそこの目標からどこまで持っていくかそういうことですねメジャーで測ってもダメですよだからよくメジャーで背中から測る人いますけど まあ、それはまあ、大きく変わらないんだけど、はい、やっぱり来てもらいたいです。これで見だけで。話が。一応、うん。あ、ああとですね。はい、最後、五番目。五、はい、番目いきます。これ竹も重要だって言いましたね。えー、はい、五番目は三幅。三幅。はい、これも。はい、ごめんなさい。三幅も重要ですね。はい、三幅。長襦袢の三幅ってどうなってんのと。はいはい。 これ着物って、えー、幅はど、どれで決まると思いました。奥身。はい。足す。はい。前幅。はい。足す。はい。後ろ幅。かける二ですよね。ええー。そうですね。これ身幅なんです。はい。これ長襦袢だって一緒なんですが。はい。えー、多くの長襦袢は。はい。多くのですよ。例外もあります。多くの長襦袢は。 奥身が着物より2寸狭いく作ってあります。はい。ですから、前幅と後ろ幅が着物と同寸ではダメなんですね。長襦袢の場合は。はいはいはい。ですから、えー、長襦袢の場合はちょっと決まりが一応あります。前幅は着物より1寸多く取る。後ろ幅は同寸か、 二部広く大きく取るんですね。はい、ちょっと長地紋の方が大きく取るんです。でも大きく取ってもここが狭いのでお首がはいはい、二数も狭いので、はい、実は着物よりも狭いんです。まあ、トータルね。トータルトータルは小さなまあ幅は狭いよ、はい、ということですね。はい、で襟が深く合わせますから長地紋の方が着物より、ね、は,いは,いはい。ですから前幅を多く取ります。はい。これポイントですからね。 それは何でなんでですかいや奥身が単純に狭いから前幅狭くすると本当細くなっちゃうん、ね、あどんどん細くなってきな、ね、襟がまっすぐきちゃうので前幅をこういうふうにしたいもんね襟をはい前幅をたくさん取りますはい、はい、ああなるほど、はい、ですから一寸ってことは4センチぐらい多く取るってことですです、はい、ですから前幅が2 3ンチの着物ですよ、はい、私はと言ったら、はいえー、長島は2 7ンチになる、はい、結構取りますね、はい それでも全然大したことないですこっちが八センチも短いので奥みがですから、えー、後ろ幅はちょっとだけどうすんでもいいですが、はい、広く取る、はい、これ基本ですでも基本だからねこれ何回も言うように、はい、ですから好みが出てくると皆さんこれも変えてもいいんですよ全然決まりはないんであでもねあのこっちから言いづらい話ですよねですからこれ言えるようになると、はい、もう僕もね、はい、来たなと この人はやってきたぞと。やってきたな。投票にやってきたぞと。燃えます。腹を割って話そう。腹を割って話すようになります。はい、でもこういう感じで一寸多く取るんだよと。はい。着物よりと。はい。ああ、思っておいてください。僕身に寸狭く、ええ、前幅が一寸多く取るといことですね。ね、後場はどうすんか、二部広くみたいな。はい。これで一応、長襦袢の。と着物の重要性というので。今は。 5つのポイントを挙げました、はい、これぜひとも皆さん、えー、今一度ここ置きっぱなしにしときます最後まとめて「はい、雪」はい、1> 第1番目着物の雪が合うかどうか着物と雪が、うん、雪の関係、はい、これはポイントは肩幅どうすんはい肩幅どうすんこれは大きいポイントですね, 2>, ね2番目何でしたっけ えー、袖丈ですね袖丈はいはい。袖丈これは、えー、着物と同寸はい基本はねはいあ間違えたちょっと本当、えー、字が下手くそで呪いますね自分も、えー、しょうがないですねそ <laughs> はい三番目はい、えー。着物繰り越し繰り越し繰り越し同じく同じ同じがいいよと から見た毛ですね。見た毛は着て着てからで合わせると着用する。着用して測る。はい。から五番目身幅ですね。まあ身幅は前幅をプラス一寸。はい。前幅を一プラス一寸。はい。これで一応このまま置いておきます。今日のポイントです。ポイント。 ここに置いておきますはいこれで皆さんどうでしたか分かりましたかねなんかちょっとだいぶ細かく言いましたか、えー、なんとなく分かったんじゃないでしょうかはい、はい、これをちょっとあの今度ねご自身の着物と長襦袢を、はいはい、これ今日は喋りましたけど、はい、一番分かりやすいのはね出てください床に置いてさっきみたいに上に乗っけちゃえばいいんです乗っけちゃって肩幅が一緒なのか 雪は出て、出てこないか。え、まずは、まあ、合わせて比べてみる。合わせて比べてみることがいいと思います。これは、あの、半襦袢も同じですか。半襦袢も一緒です。はい。長襦袢と半襦袢は、かん、一緒なので、考え方は。そういうふうに思っててください。はい。ね、ぜひともね、この辺、覚えておくとで、皆さんより差がつきますよ。はい。で、長襦袢って安いんですよ。はい。そんな高いもんじゃないんです。ええ。ですから、いっぱい、たくさん着る人は、特に。 長襦袢もぜひとも気にしてほしいなさあ待ってました後半に入ります今からはいろんな種類長襦袢の種類そうは言ってもねどんなのがあるんだとどんな種類例えば夏だとか冬だとかいろいろあるじゃないかとそれもいきますそういう素材のね素材もありますありますね。まず一番わかりやすく振袖用の長襦袢 鳥袖用の長襦持ってきました、はい、ちょうどこの赤いのですね、はい、ここで言うとああもうきらびやかですねはい鳥袖用の長襦袢はやはり大きい柄とか赤とか、えー、黄色とかこれ黄色です、はい、これこっちこっち行きますかちょっと角度変えましょうかあちょっとこれこっちのがいいかでも行けますか引いて引いてみればあでもこ,れでいいで、ね、ここまでいっぱいですか じゃあこちらで、はい、まあこうやって見せますかこうやってこうやって見せとけばいいかな、はい、これ振袖用の長襦袢なんですけども振袖用の長襦袢っていうのは多分ね多分ねしなくて絶対ね一番長いです、えー、着物とかいろんなものの中で。 いいですね私の顔が見えませんかえー、振り袖の長芝は1 8ー,ーもあります18メーター1 8ーはいああこれはどんな着物よりも長いです実はね<ー>長袢が一番長くいるんですねそれは振り袖があるからですか振り袖は袖が長いじゃないですかしかも普通の振り袖よりも長いんですよ長袢の方が。はい、ええー。二重になるから袖がはい 袖の裏は長襦袢は無装ってよく言って無装袖っていうのが標準、はいえー、一般的に冬は、はい、あ長襦袢の裏は裏地をつけないです同じものでやるんです、はい、いや薄いですからね、はい、ですから長襦袢はたくさんいるんですね生地が18メートルやります振袖にはあ長いですねはいそれはまあ覚えておいても覚えておかないもいいぐらいなんですけど、はい、普通の長襦袢は振袖の長襦袢にはなりませんってことですははい、はい無理ですと そういういことです、ね、私ちっちゃいんですけどって言われるんですけど、うんね、無理です無無理は無理は、ねうん、普通の中島にちなみにどんだけあるかというと 13.5m ですので 5m ぐらい違うんでそれは小さい人っていっても身長がね 1m も違う人いませんから <laughs> そうですねそれ間違いないですよね間違いないなです身長 150cm の人 180cm の人ってえらい違いですけども 30cm ですからね実際 30cm で生地としてはこれ 5m も違いますから <laughs> はい、はい 無理ですからね、はい、で振袖用の長地盤は 18m、はい、色はこう赤だとか黄色とかいっぱいありますピンクだとかこれは振袖については、えー、一応決まりはありません、はい、でやっぱりこれは絹です今見たのは絹ですけどもポリエステルのものもあります、はいはい、でも振袖用のポリエステルの長地盤はあまりお勧めできません、はい、やはり袖がねす,りすれ合ってかなり静電気が起きますので、はい、ああなるほど、はい で続いて式、えー、服用いきましょうか式服用はい式服用いきます、はい、これも定番中の定番あ白ですねはい真っ白、えー、雲の雲取りの柄がついておりますけども、はいはい、ちょっと飛んじゃってますけどねこっちの画面真っ白でちょっとだけ自問の柄がついてるのがわかりますかこっちの画面だと見やすいかもですねあそっちの画面にちょっと変えますか、えー、こんな感じこんな塩梅の はい斜めから見るとこんなんちょっっと角度によってここう色がこれよくね白じゃなきゃダメだって言われてこの前ちょっと面白いお客様がお見えになったんですけどもこういう柄物を見せたら「ダメじゃないですか」って言われちゃいまして「一応私着物屋です」って言っていてあの納得させたんですけどお客様も「これではダメだと思います」と言われて「白の無地だと聞きました」と「これが白の無地だと思いますが」と。 はい、この「しがついて、はいて柄」だと柄だと思われちゃうと、はい、これぐらいはついてます今はほとんど、はい、ほとんどついて当然白無地もありますが火翼地とかのがそういう場合は多くて、はい、え長地盤地としては必ず何か呪紋が入ったりとかするものが多いですっ、えーまあ、白毛っていう方のが反対に珍しい,い、はい、珍しいのでそれは皆さんも覚えておいてくださいはい はい刑事さん無双操で漢字で書いていただきましてありがとうございます、はい、で,す、ね、でこれが白の証券の至、はいえー、福用の、はい、冷蔵用結婚式は白と大体決まってますので、はい、これはえー、ね黒紋付きとか黒留め袖はこれを使ってください、はい、それから、えー、これの、はいえー、ポリエステルのものもありますポリエステル用 の白ですね。はい、それは持ってきませんでした。はい、ええ、はい、白の夏物があります。はい、白ですね。これも絹です。これ夏物は。長襦袢っていうのは非常にこれ薄いんですね。これはまた薄いですね。これ。シャアになってるんですね。ろですね。これは。ろですね。はい。これどっち、こっち。あ、こっちでやりましょうか。 こっちの方が見やすいかな。はい、こっち行きましょう。こっちの方が見やすいですね。こっちこれ、手が透けてるの、も完全にわかりますね。ええ、もう向こうが完全に見えちゃってますね。はい。いいですね。素晴らしい。日本のこのね、証券の夏の長流れは、皆さん一回来たら、やめられませんよ。男のロマンですね。うん、これはもう、すごい透けて、綺麗で。これ、ロト行って。穴が開いてるんです。はい。生地に。はい。ですから、結構涼しいです。はい。 夏もんですね。はい、でも白でなくちゃいけませんので、はい、これは四服用です。はい,はい、はい、もちろん普段着にも使ってもいいんですよ。はい、普段着にも使ってもいいんですが、ちょっと汗とかがぶわっとかくと、えー、黄色くなりやすいので、はい、えこまめなメンテナンスが必要。金ですから、ね、はいなっていきます。はい、でもね。それを。 上回る着心地の良さでございます。えー、いいですね。それはいいですね。はい、で、白のでも洗える長襦袢が欲しいと。はい。今はこういう長襦袢が出ております。それもなんか涼しげでしょ薄いというか、こう、なんかあれですね。ぬ、はい、すけてますね。これ、はうちの得意のロチジミという長襦袢なんですけれども。はい。えロとシャの合いの子です。あ、そうなんですね。 でしょ生地自体も透けてるんだけど、ね、ロも入ってるんですはいはいはい本当ですねこれ「炉縮み」というインチキ商負面白いですねインチキっていうと失礼ですけど、えー、それ面白いですねはいで。しかも円というこれはあのーはい、男も女も関係ないこれ男女関係ないです そうなんですこれを夏になると僕もよく来ますポリエステルなんですが意外と他の他のっていうと失礼ですけど本当に廉価物今まででいうと3,000円とか5,000円でもあるんですけどそういうものだとねベタっと張り付いちゃってね汗がもうえらいことになって暑いんでまあそうですねえ色の安い中島だけは買わないでくださいね皆さんこれの色違いとかあるんですかあありりまますすこれ色も黒黒とかはない だって表が透けるから裏が映ったらえらいことになりますよわざと映す人もいますけども男の場合はあんまりそういうことはしないし表がだって夏物透けてますからねですから白の方が無難ですグレーとかでもグレーとかだったら大丈夫ですね女性の場合はわざと色を抜かして白っぽい着物にピンクの長襦袢着て薄ピンクにする人もいます上級者はそういうことですね それを、えー、やる人もいます。それから素材ですね。夏物を今行きました。はいえー、今ポリエステルでも白だけ今行きましたね。はい、さあ続いていきましょう。えー、続いては、えー、式服でも、えー、結婚式じゃない場合。はい、これはちょっと美。結婚式っていう言い方に間違えましたね。透め袖とか黒紋付き以外ですね。 えー、訪問着とか色無地とかだったらこのぐらい少し色が入っててもいいんじゃないかなこれ,これはちょっとグレーが微妙の色ですね,ですねちょっと青みがあの画面上かかってるかもしれないんですけども完全なグレー、ね、グレーですね、はい、これ椿染めと書いてありますけども、はい、これはいいやらしい光沢があります、ねはい、これは非常にちょっと上質な中島を持ってきたんですけども本当、えー、気持ちいいです ゆうたさんちょっと触ってください、ね、こ,このね証券の長じ袢んを着ちゃうとねやばいんですねああこれはちょっとやらしいですね、まあ、うちのね男性のお客様でもね,ねいやらしいです、えー、嘘つきじ袢んを着た人がですね、はい、ちょっと一回こ,れこういうのを着てしまったら、はい、やめられまへんわと <laughs> もうロマン超えちゃってます、ね、もうこの肌触りはダメですわっていう男の方もいますでも本当にいいですよ長じ袢んはね消耗品ですから、ね もったいないと思わず着ちゃった方がいいですよはいもうキルの長襦袢超いいですよ僕も大好きですで、それからですね今度はおしゃれ地襦袢同じ絹でもコモンだとか紬だとかこれちょっと柄が入っているのがあります完全に柄が入ってますよねこれはプリントなんですかプリントですゆうですねこのぐらい入ってもいいしさらにはさらにはこれはちょっとおとなしい方を持ってきました こんなの、はあ、もう着物と何が違うんだっていう桜,です桜とかいっぱい入ってますけどうさぎとかねそうこのぐらいこうちょっとおしゃれな長襦袢を着てもらってもいいと思います、はい、先ほど言った袖口とか、えー、フリーからこういうのが見えると色が、はい、着物とちょっと取り合わせしてて、えー、小物の色と統一するとかね、はい、そうすると皆さんかっこいいと、はい、こういう色の長襦袢もいっぱい売ってます 是非とも長襦袢でおしゃれ下したい方は、はいえー、色物とかもチャレンジしてもらうて、はい、おしゃれおしゃれ下着みたいな感じで、ねはい、完全におしゃれ下着ですね,ねで、えー、続いて、えー、ポリエッセルですね、えー、普通の、えー、先ほどの椿染めなんですけども k g c さんがですね椿染めは福井のつぼキきんなんですかねこれは もう最高その通りです。つぼ金の成果です。瞬の成果かそのままやん。ああもうさすが KDC さん。バレバレです。もうバレバレですね。これ値打ちでしたよとか言って。じゃ次行きましょう。はい。もうプロが見るとね一発ですね。だからね裏番からにしてるんですけどねこれね。朝美さんの地盤が。朝美さんの地盤が。はい。は僕私あのあれがいいあれがいいですね。これ。

おこういう、あの、これはね、そぐいがいいですよ。触りがいいですね。おこういうのほこっちの方がいいです。はい、値段が。はい、こちらの値段は、非常に。ありがとうございます。ありがとうございます。これはも、うしかも、これね、こういうところ手でやってますので。はい。こういうおしゃれな地盤もあります。それから、えっと、今、絹ずっとやりました、ポリエステル。

あこれもいいですねこれポリでもこういうさらっとしたのもありますから花触りがザラザラしてるんですねやっぱり凹凸感があるとベタっとくっつきませんのでこういう長うこれたくさん持ってきましたけども例えば子供さんとか子供さん用もこういうポリエッセルの長芝こうやってあるんですかわいらしいですねかわいいですね子供さん用別に大人が作ってもいいんですけどもこういう綺麗ですね 綺麗ですね、グリーンでね綺麗ですね、はい、子供さん用の長地盤もあります、はい、でそれからえっと「待ってました」という番ばかりに、はい、男物ですね男<物>ついに来た男物の長地盤の生地ですね、はい、これ証券でいい生地が手に入ったんですけど、はい、これ無地ですねこれ無地の長地盤、うん、これはもう紬とか用のおしゃれ着用です、はい、え触ってみてください男の人の長地盤の方がちょっとしっかりしてます生地が。 熱いですね暑いですね男の人の方がやはりちょっと力が入りますから、はい、男の人の中島の方がちょっと自圧なものが多いです、ね、<ー>これすごくいい地盤ですはい、はい、これ無地ですね、はい、それから男といえば、はい、男といえば、はい、柄もですね男といえばここにありますこれも浅見さんのこれ男塾男塾番長ですね,これですね これいいですね、さっきからちょっと気になってたんですけど。これ柄らもんで男物の長襦袢、ちょっとポップな感じもするし、かっこよさもあるという。かかっこいいですね。はい。これ男物の長襦袢ですね。これ手書きなんですか。これは手書きではないですね、型染めだと思います。チェックはかわいいです。すごい気持ちいいですよ、これ。はい。すごい気持ちいいですよ、これ。はい。男物の長襦袢です。はい。これ、あの、今ずっと見てて、ずっと絹ですよね。 あ、ポリもやりましたよ、んこういうあの長襦袢の着た場合っていうのは、はい、まあ当然絹なんでクリーニングになるんですか、はい、そうですね、やはりあの今ちょっとね洗える絹というのが、えー、ちょっと今表題にまたお,お知らせしますけども、はい、なかなか洗い方とかもありますので、はいえー、ちょっとね、はい、あのすぐには 言えないんですけども、はい、やはりクリーニング今の状態だとクリーニングクリーニングを出すとまあ普通の着物と同じような感じの、はい、そうですね手入れとまあその保存も同じようにいはいようこさんがね,ねお手入れで気になると、はい、そうですねあのもうちょっと先に言いましょうじゃあ、はい、ちょっと男紋の中島もう一つ紹介しましょうはい男紋はすごいんですよ皆さん男紋といえばはいこういうねエヴァジバンって言ってね ほら、これ背中に富士山がかつてさっきディレクターがかっこいいって言ってましたけどもこれはもしかして富士山あそこのあそこのメーカーですかあそこのやつではないですないですかあそこのやつは高くて買えませんそうですか、か良ったもこれ富士山のこれ絞りの長芝んとありますね日本一の富士とこれ高田とかねあとねエヴァになってくるんですかっこいいですねはいあります それから普段着の長磁板、はいえー、こちらです。これ、モスの長襦袢って言ってですね、はい、これ、男女あるんですけども、はい、ちょっとごめんなさい、これ、ウールです。ウール,ウール夏用、冬用ですかえ、冬用です。<の>これは冬用です。えー、ウールの長襦袢って言ってね、はい、これ、僕、今日も着てます、はいあの。ちょっと暑かった、今日はさすがに。 ルだと暖かいんですあ、ね、暖かいですこれは本当冬に重宝しますウールの長地盤も今でも売ってます、はい、なんかほとんど売ってないとこが多いらしいですけど、えー、うちは定番でもずっと売ってます、はいえー、ちなみに1万円ちょっとです、はい、これウールの長地盤、えー、それから皆さんモスだとかモスリンお気に入りですとか言、ね、そうですモスリンです まあそんなな感じかなはい、OK、ですも、はい、や,やっぱ冬用は冬用の生地がありましてっていう感じですね。そ,うですねその辺は表と変わらないかなって感じは、はい、いたします,、ね、そうです長襦袢も冬用と夏用があると。はい、で皆さんもう一個「えー、ひとえ」っていうのをじゃあ生地があるのかっていうんですね、はい、最近ね出てきてます「ひとえ用の長襦袢っていうのが。ひとえ用の長襦袢はい夏でもない、はい、冬でもないぐらいの中間の生地。 春秋用ぐらいなそうです春秋用の、ね、なぜかというと今中間の時期が結構ね長いというか意外ともう今日でもそう20度超えてきちゃうとそうですねもう冬用の長地盤の一重に作ればいいんだけど暑いと、はいはい、そういう時に一苑用の地盤も出てきてますそういうのはどう違うんですかねやっぱりねこの浅見さんのこれと一緒でちょっとサラッとしてるんですね。 あ、肌触りがいいと、はい。で、丈夫くなってます。はい、ええ。意外と一人で作りますからね。はい。普通二重で作るんですか。普通は合わせ。か、胴抜きって言って。はい。あの、裏を完全に貼ってしまう着物と一緒で。はい。張ってしまう仕立て間が真冬状の仕立てで。はい。ただ、最近はですね。あのー。式場とか、はい、上田さん行くときに、頭を描いてもらうと、はい。はい。昔って。はい。 自分の田舎の人たちって歩いて例えばお嫁さんを出迎えたりだとかよくあったじゃないですか今は式場まで車でどんと横付けしてそのまま式場入っちゃうそうそうもう冷暖も完備だから結局は暑い冬も暑い夏は涼しいドアとドアでね移動してってなると結局 で、意外と、今は、冬物でも、裏をつけずに。ええー、留め袖は十分暖かいですから。はい、あのー、えー、胴抜き仕立てっていうのもあります。そうなん。胴抜き仕立てって言ってもらうと、わかると思うんですけども。うんはい、ええー、胴の部分だけ抜いてると書きます。じゃ、あそこだけは人へ、一重と。はい。じゃ、あせっかくなら、えっ、ー、と。これ、最後に、ちょっとね、皆さんに説明し。最近、めちゃめちゃ多いです。その仕立てが、うちは八割ぐらいです。はい。ええー。 こんなん難しいけど、うん、でも今みみんさんがですね、はい、え中間の時期用の一,重あ一重ですねが長く着られるのは分かるなと夏でも冷房で寒かったりするしと、はい、そういうことなんですよね冬場は暑暖房で暑いわ冬夏場は寒いわってこ、ねはい、ういうふうに書きます、はい、道抜き袖、はい、袖無無立立て袖無立てこれがいわゆるまあ冬用の冬用の長はい。 胴,胴体のとこだけ裏を抜いて、はい、袖を結う袖だけは見えるところは完全に裏まで、はい、え二重にして、はい、で、えー、仕立てると、はい、これが意外と多いです最近はいはいはい、はい、でその次はもう一一重ですね一重仕立て一、はいえー、もう夏夏と夏物とか一重の時期はもう あんたがい一番初字間違えた、単位と書いて、えー。単位ですね。単位です。単位じゃありません。一重、えー、です。一重、これが一重っていうふになります。一重、うん、仕立てですね。こうやって分かれてますので、はい、あの、やっぱり。ということは。冬場っていうのは、はい。はい

嘘つき地盤をし、ね、せするの忘れました、はい、これ東屋の一番お得意のこの普段着の人たちは、はい、そうは言っても、はいえー、先ほどどなたかが言われたと思うんですけども、はい、洗えるそのポリエッセルの地盤が多いですと。はい、でポリエッセルの地盤はやっぱり気楽に洗えるのはいいですよね、はい、さん最高ですよね。はい、家庭で洗えますから、はいえー、リーズナブルですし。はい でもそうは言っても全身にまとってしまうと洋服の場合セパレートしてるからまだいいんですよ着物の場合はワンピースですから全部をポリエステルで身をまとったことはないと思うんですけど皆さん僕は大嫌いですねやっぱりどうしても自然繊維のものが肌につかないとちょっと嫌なところありますうでそれをちょっと解消するというかいいとこ取りしたのがこのウソつき襦袢ウソつきはい。これ見ましょう どうなってるんですかね、それは。これね、こっちこっちですね。はい。<はい S 2> 後ろから見ると、ああ、肩どう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 なっていったんですか、それは。胴体の部分だけが白いさらし面の面,面の生地になってて、裾とこの袖だけ <はい S 2> 見えるところはポリエステルの生地になってます。 あなるほど一番汗をかくところを、はい、汗を吸い取るような素材にして発散するようにしてありますこれが非常に私たちおすすめしております普段着の方に、はい、ファッション性はこのポリエの方がいい,いし扱いもいい、はいまあ、そこであの袖がそんなねさらしみたいな色が出てきたらちょっとね、はい、ちょっとねつまらないですよねだ、えーはい、だから胴体だけはししにして、はい これエモン抜きがついてるんですけどもこの絵紋抜きっていって絵紋が抜けない人のために絵紋が簡単に抜けるようについてあります。はい、これれ引っっ張れるようになってます、はい、でまあ,あの簡単に紐もこれは紐が今切っちゃってますけど、はい、ここに紐をつけとけば腰ひも,もいりませんよね。 あなるほどねああひもつけてねそれで縛っちゃうよう縛っちゃう終わりですかいこういうのもうちは作っていいこれ楽でしょこれ着て着物着るだけだから中は下手すると着ない時がありますこれ肌襦袢の代わりですからこれ嘘つき襦袢っていうんですねはい私長襦袢は年中一重とそうですねそういう方も普段着の方だったら いいんじゃないでしょうか。僕もどちらかというと年中一重派ですね。ただ素材だけ変えてますね。冬用の素材夏用の素材。で一重仕立てにして、気楽に着るのが上の方でこう。暑さ寒さは対応するというのがね。はい。やりやすいかもしれないですね。はい。どうですかね。ラビさん、全然間に合ってないけど、まだやってたと。はい。はい。もう終わりそうですよ。本編は。いらっしゃいませ。はい。 でもこれでねいろいろ長蛇がいろいろあるんだと、はい、思っていただければ、はい、僕は今日嬉しいですそうですねまあ着物と同じだけのこう世界が長蛇にもあるんですね。すごい,深い世界です、ね。はい、ですからピンからキリの世界なんですけども、はい、えやっぱり、えー、例えばキリでもねピンでもどちらも深いものがあってちゃんと工夫すれば安い,いものでも ね、あのちゃんとできるし、はい、でただ一番やってほしくないっていうかせっかく着物好きで今日の放送も聞いてもらえるんだったら、はいえー、やっぱりちゃんとサイズとか、はいえー、そういうのも考えていこうよと、はい、そうすればたと、えー、え5,000円でね仕立て上がりのものをインターネットで買ったとしてもはい、はい、せっかく自分が着れる着あの 技術をかなり身につけたとしても、はい、結果的にに上手に切れなないんです、ね、そうなんでですすねねそうだからオーダーメイドを僕が何回も提唱しているのは、はい、最終的にたどり着くとオーダーメイドしかありえなくなるので,はい、はい、でそれが悪い,いい悪いは別として、はい、え覚えておいていただけると「はい、なぜ着れない」とか「はい、なぜこうなってんの?」っていうのが紐解かれたはずです、はい、今日の放送で。とも 今日の放送を聞いていただいて長襦袢東屋さんちょっと面白いのないのと言っていただけると、うちは長襦袢大得意で僕好きなんで長襦袢さっき言ったみたいに百単ぐらい持ってますので、あの何か意外に面白いですね。意外とこう長襦袢って奥が深くていっぱいありますので、またぜひともねお問い合わせくださればえ嬉しいかと思います。それでですねえ来週なんですが。 来週は来週は私実際、えー、ここから放送しません、はい、っていうか出張でなんと東北の方ほうに行かれる私東北に米沢の方へ、はへ、い、あと気仙沼のほ、はい、えへ、ーえー、ちょっと今日はねそれのことも最後にね、はいはい お伝えして皆さんにもぜひともちょっとすごい取り組みをされる方がいましてそれに私出ていこうかと思いましてまあここにも出ていただいた気仙沼の高橋さんのところへ行ってくるんですけどもやはり震災の影響のあと高橋さんこういうイベントをやっております。読めますか被災地に着物,へ着物を送ろう ご協力をお願いいい。たしますと、はい。はこ,、えー、これで高橋さんね2年目になるんですけども、はいえー、私、えー、東北に初めて行くんですが、はい、高橋さんのこの着物をろうプロジェクトのに、えー、一回一緒に参加させていただいてですね、はいえー、実は今、えー、当店にねお客様から預かった着物たちがそこに置いてあります。はいはい えー、もうお使い古しの着物とか、はいえー、まだまだ使えるよだけど私着ないよって、はい、若い時の着物なのとか、はいえー、預かりまして、えー、被災地の方に、はいえー、配っていこうかなと、はい、でただ単純に送ってしまうんではなく、はい、この目で1回確かめてこようかなと思ってます、はい、でそちらの方にも着物屋がねあのーうん 接客というかその着物をこういう着物のオタクがいますよとかサイズ的にも今のサイズの話ねぴったりですよっていうふうに言える人がスタッフとしていった方が絶対僕はいいと思うんですよ。ね自分で選べないじゃないですか皆さん柄分けに行っても実はサイズが違ってたとかあるから今回は16人だったかな17人行くんですよ。行行行きますね小ささんんもももくくししあれこれこう 立川さんとかね、はい、カーニバルに行かれる方、結構行かれます、一緒に。はい、もう、輪が広まりまして。はい、高橋さん、大変ですが。そうですね、そのメンツを、こう、迎えるっていうのは。結構、大変どころじゃないですね。<laughs> そうですね、ただ、ただ、さあ、うるさい人間がいっぱい行くので、えー、頑張 <laughs> しいわ。っていうね。<laughs> で、私、この、気仙沼へ、着物をクロープレジェント。に行ってきます。えー、で、それでですね。えー 山形県の米沢にいるんですが土曜日はさすがにディレクターも一緒に行けません、はい、で、えー、でも放送を休むことは私が一番嫌なんですねわけ、はいえー、のわからんこと言ってますよこの人休む時は身内の不幸か、うん、自分がもう入院するかぐらいしか思ってませんあとディレクターが死んじゃうかぐらいしか思ってません <laughs> ですけども我々ちょっと先ほどちょっと喋ったんですが、はいはい

ディレクターの放送になるかと思いますが、来週もぜひとも、その、見てやってください。私たち休むことはしません。その再来週はですね、その私が行った、向こうでビデオを撮ってきますので、その被災地の様子だとか、例えば米沢に行った時の様子だとか、ビデオで撮ってまいりますので、皆さんにお伝えできると思います。ぜひ。 来週はですね、はい、とにかくディレクターさんに期待をしていただきまして、はい、え皆さん、えー、そのままで、チャンネルはそのままで、見ていきただければい,いかと思います。そをゆっくり。腹を割って、えー、そうじゃないか。来週、まだ来週。来週ね、楽しみだね。